真希です。私がドラム叩いて曲とかも作ってるバンド97 Kids からファーストソングが出ております。 Forever young まだガキ Forever young 中身いつまでも young きっとだよ未だに少し思い出すんだ目めしだろう。ぜひ聴いてください。というわけで本日の企画は私の一番可愛いところ初見で叩いてみた。イエーイ。文字づらいやばくない？やばい。私の一番可愛いところを初見で叩く。私の一番可愛いところどこだと思う？目が可愛いと思っとうけど多分そこでって違くて。じゃなくてですね、私ドラマーなんですけども、弾いたことない曲を即興で聴いて叩けるかというね、企画をさせていただいてるんですけども、私の一番可愛いところに気づいている。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎよ。姉ちゃんしょうがないやんか。嫉妬もしょうがないやん。もう前回といえばフルで聞いたことないので、はいはい、はい、めちゃめちゃ TikTok で回ってくるけど、さすがに僕も知ってるっすねこれは。うん、フルーツジッパーさんね、結構多分知っとるわ。そんなデレ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 デン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 デレンデン、それに私って気づいた、デデレそれっていいデレデレいいなんて、痴心的我犯下痴心的错デンデンデンデレンみたいなやつ。最後まで知ってないっすか？じゃあポチッて聞いて、こうやって聞いた記憶はないよ。うんうん、なるほどね。ないんやけど、なんか知っとるよね。じゃあ、A メロは？いや、A メロはマジで分からんかも。おー、じゃあ B メロは？いや、分からんかも。マジ分からん。ほな、大丈夫ですか？あ、ちょっと、食べて大丈夫だってことにしといて、マジで。はい、喜んでと違って、イントロ知っとるね。てんてんてんてれんて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 れんてんてれんて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 ん。痴心的我犯下痴心的错。さあ、アップデートしよう、みたいな。あ、違うかも。あれ気づいちゃいましたか？から始まるし。あれ気づいちゃいましたか？音読してくれんかしろ。あれ気づいちゃいましたか？はい。生まれて30秒で最初に聞いた言葉は、当たり前にそりゃ覚えてないけど嬉しかったはず。おぉ、いい、めっちゃいい歌詞だね。今でも大体のことは変わってないっていうか、そりゃ中身は変わっていますので、その辺でも評価お願い。携帯のアンテナを光らせて、それが超キュートなあの頃だって知ってたり、っていうかアンテナって何って言ってるような私に付き合ってくれるの好き。逆にでもなんかめっちゃ歌詞よくない？素敵やね、なんか、うん、素敵な歌詞やね。あれはガラケーのあれアンテナのことやろ多分。逆にでも私のどこが好きからの、皆さんご存知のねえねえねえですね。はい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 。つまり携帯っていうのは、実は昔はこうやってガラケーでアンテナがあったんだけど、それが逆にちょっと古臭いけど、それが可愛かったんだよ。っていうか、ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいた。聞いてねえな、多分話。その感じ聞いてないよね。うん、その後も素敵っすよ。なんですか？そして君が知ってる私が一番可愛いの、私もそれに気づいた。可愛らしいね。可愛い。でも俺もなんか女の子の歌詞書いてみたいな。ねえ、書ける。超可愛いの書いちゃう俺。なんか募集しよう、アイドル出作詞依頼。ぜひマイキーアイドルプロジェクトしちゃう。もうやってみる。絶対さん。絶対応募する俺。の曲って、しかもフルーツジッパーさん多分こうだと思うんですけど、たまにパスコードみたいなさ、アイドルなんやけどおけがすごいみたいな、そういう系じゃないやん多分。結構王道な感じ。すごい聴きやすい曲なはずなんで、じゃあ今回はそんなにアレンジせずにちゃんと曲に馴染むように。はい。8カラットでいきます。はい。30秒で最初に聞いた言葉、当たり前にそれ覚えてないけど嬉しかった。
食べまくったお菓子は他よりちょっと甘くなるって前に聞いた。そうなの。さすがにそれなんか変だけど私は言われたいタイプでして、もっとわかりやすくていいんだよ。お待ちしてます。願い。何してもどんな顔見せててもいつも超キュートだって確信してるのは、なんだかさ知らなかったタイプの運命の人なの。付き合ったりは無理ごめん。結構馴染んでたんじゃないですかね。このドラム叩いてみたいな時、普段の自分の楽曲ではまあ絶対入れないぐらいの手数を入れたりするんですけどね。やっぱドラム叩いてみたらやっぱドラマを主役にしないといけないかなっていうところがあるので、今回はね結構控えめにフルーツジッパーのあの子たちが一番輝くように叩かせていただいたんですけど、いやっていうかそもそもめっちゃ曲良かったわ。やっぱ先に歌詞を知っとったけんさ、あ結構歌詞いい曲なんだなみたいな感じにはなったけど、これ初見で多分音聞いただけでも好きになるパターンの曲だなと思いました。こりゃ人気になりますわ。この可愛い子たちが歌ってんでしょ。そうっす、7人ぐらいで。7人もこの際やけん、ちょっと顔見ていいですか。7人もあるとアーシャが遠いな。雰囲気しかわからん。顔が見えん。すごっ。空色ない、青じゃなくて空色とのことです。じゃあ俺何しよう。これいやもうオレンジ担当の子、いや俺新メンバーで入れてくれんかな誰か。色かぶり。色かぶりやけど、じゃあ俺は大々色にするか。俺デスレッド。もしよかったら、僕ちょっとアイドルよく知らないんで、おすすめのアイドルの楽曲とか叩いてほしい曲ありましたら、ぜひぜひコメント欄でお待ちしております。一個だけびっくりしたことがあって、この曲2年前に出てるっす。MV 2年前って書いてるっす。気づいちゃいましたか。ちょっと俺らが無知すぎるだけの説もあるけど、そりゃ嫉妬はな、サビもイントロも。ということで、フルーツジッパーさんの私の一番可愛いところぜひ見てください。そして私も新バンド97キッズ、砂時計上がっておりますので聴いてください。そしてボーカルピートも活動しておりまして、セルフカバーもありますよ。サイバーパンクデッドボーイ、キングスレイヤー、アンチジョーカーぜひ聴いてください。さっきも言いましたけども、私超プリティで可愛い曲作っちゃうので、アイドル事務所の方々、アイドルの楽曲提供お待ちしております。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。Shit.
ということで、はい、はい、今日もやってまいりましたおまけの時間です。私の一番可愛いところっていうタイトルって相当自己肯定感高い曲じゃない？もう可愛くてごめんに匹敵するぐらい。どうですか、個人的な好みとして自分に自信がある結構自己肯定感高い女子ってどう思いますか？全然なんかもうすごい昔に話した時はボロクソした覚えがあるけど、可愛くてごめんの時かな、かな、なんか同じような話したことあるよね、うん、次はなんかちょっと尖ってたっすけど、僕もわかんないっす何話したか。でもあんまりいいこと言ってなかった気がするんすけど、別に全然いいと思います。いや俺確かその時書いたのが言ったのが、うん、自己肯定感高い子いいじゃんみたいな、うん、ね、むしろぶりっ子とかいいんじゃないみたいなことを言った気がするんですよね。あ、言った気がする、言った気がするんよね。自分に自信があることはいいことじゃないみたいなことを書いたらコメントで、多分女性の方なんやけど、マイキーお前それさぶりっ子の女性に騙されるぜみたいなこと言われたんやけど、騙すも何もって感じじゃない？それ俺結構思うのが、やっぱ女の子って女の子のぶりっ子すげえ嫌いやん。ねえ、結構うわーって思うやん。でも男ってさあんまり思わんやん。それってその女の子がセンサーが高くて男が鈍感で騙されるっていう解釈のされ方をする気がするんやけど、可愛いに越したことないですからね。いや、まあ、あまりにぶりっ子でへーみたいなのは男もへーってなるけど、でもまあ多少のやつって可愛くない？特に自分がさその好意を寄せてる人とかやったりしたらさ、それをなんか自分だけじゃなくて誰振り構わずやって、それになんかホイホイ釣られてATM になっちゃうみたいなのは騙されるってやとは思うけど、別にいいと思っちゃうね。可愛くありたいけん可愛く振る舞ったわけやろその子は。そういいよ、素敵なことやと思うんですよ。さっき話した女の子ってめっちゃさ女の子のぶりっ子嫌いやん。でもそれって騙されるがどうちゃらって警告したいわけじゃなくて、マジで気に入らんのやと思っちゃうね。いやこれねすげえ気持ちわかるんよ俺らも多分。男のさ、うん、なんかすげえなんか、うん、それ以上言わんでほしいな。俺はもう分かっとるよね。男が女に対してカッコつける瞬間ってまあ見にくいよね、うん、それこそどしたん話聞こうか、うん、があれが一番男はさなんかちょっと気に入らんや、ああいうのさ多分他の男のさ、どうせ自分はするのに、そうどうせ自分はするのに、なんか人がしよう姿見てうわ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 、こんなのに引っかかる女の子もどうなみたいな、いやなるやんね、うん、いやどう考えても男それだってもうかましたいだけやみたいな、女がやりたいだけやみたいな、やけどでも同じ気持ちなんよね多分。もしかしたら一緒なのかもね。いや全く同じなんやと思う。お互いにその異性に対して下心はそんなにないって思ってしまうんかもね。で俺ちなみに女の子ぶりっこしとるとき俺に対して下心ないと思っとる。実は女の子界隈ではそういう時に出すもんなんかな。どうしたん話聞こうかの女の子バージョンが、そうへーってこと。そうなんかもね。いやでも本当俺らには多分本当女の子の気持ちは一生わからんけん、女心ってやつは、うん、ただ多分一生なんやないかなと思うね。男が感じる、ね、どうしたん話聞こうかに対するうわーっていうのと多分いや一緒なんやろうね。それだけ同性から嫌悪されるっていうのは多分そうなんやと思う。もう下心丸出しっていう。でも一番可愛いと感じる女の子の部分ってどこですか？私の一番可愛いところってたくさんあると思うよ。顔だったり、うん、ね、肌が白いのが好き、ちょっと褐色なのが好きだとか、髪色派手なのが好き、暗いのが好きだとか、目パッチリが好き、逆に一重なのが好きとかさ、好きになる部分ポイントって結構人によって違うじゃないですか。褐色ギャルが好き。褐色ギャルが好きだ。褐色ギャルでこれ絶対使わんでほしいんですけど。がいいっす。はい。ポイントが高いっす。褐色ギャルか。いやー俺全然色白の方が好きやな俺は。もうむしろ他のパーツの鼻だったり目だったり縁だったり眉毛だったり色々好みってあると思うけど、なんかそこが全然自分に刺さらんでも肌が白くて綺麗やったら俺結構いいなって思う。刺さるんや。